エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はだいたい3分解説、普通にプレイして後悔しないように均衡レベル4まで行った方がいい育成優先度についてとなります。均衡レベル4までプレイしましたが、育成においては育て方を間違えると後々苦労するっていうのがよくありましたね。で、僕自身は所持しているキャラは16名ほどいまして、それを全員レベル50まで解放して育成などをしたので、まあ、ここで苦労したなとか良かったなって思ったことを紹介したいと思います。無課金で均衡レベル4まで1日2時間くらいのプレイで1ヶ月ぐらいはかかりましたからね。その中でこれはして良かったなと思う育成について紹介をしたいと思います。最初に決めることは、育成メインのキャラクターを絞った方がいいという話です。その中でも、役割別に1から2枠決めておくことをお勧めします。2枠いるのは、忘却の庭で2枠編成が必要になるためです。キャラクターの絞り方ですが、アタッカー、ヒーラー、タンク、バフ担当で絞るといいです。ヒーラーとタンクはガチャ運次第で集まりにくいかなと思いますが、その際は6キャラを優先して育てるようにした方がいいです。なるべく6名は属性が被らない方がいいですね。弱点を狙う際に積みやすくなります。僕の場合は全員をまんべんなく育てたので、弱点で困ったっていうことはありませんでしたが、お金と素材が莫大に必要になるため足りませんでした。まあ、キャラクターを厳選していればかなり余裕に育てることができましたので、先にキャラ厳選をして進めていくっていうのはとても重要かと思います。レベルアップをするべきところですが、キャラレベルと公園水が優先で良かったです。大体この2つを育てておけば、その均衡レベルでは最低限使用できます。最低限使用が可能というのが肝で、侵食トンネルなど周回する程度ならクリアできるくらいになります。その後の育成がとても楽になるというところですね。続いては異物についてです。異物については星4の4セットを揃えるくらいでした。余裕があればレベルアップまでしていいと思います。ですが、育成の優先度としてアタッカーとヒーラーの異物を優先してください。これは最低限のダメージと回復を維持すれば長期戦でも勝てるようになってくるためです。模擬宇宙は第三世界の一択です。弾と縄についてですが、とにかくつけてればどのキャラでも活かせるためです。厳選は特にせず、1週間でもらえる没入コインを有効活用する程度で良かったです。最後にですが、燃料に関しては惜しまず使うのをおすすめします。ただ燃料を使う前に段階を踏んでおくことが大事です。まずストーリーを現在の最後まで進めること、そして宝箱を回収した後に使うことが大事です。基本的に経験値や異物の回収などができるようになっています。そのため足りない部分に燃料を使う方がいいんですよね。足りないものとしてはキャラレベル解放用の素材とか異物くらいになると思います。こちらも均衡レベル4以降でも使うものですので、あって問題ないものです。異物に関しては経験値に変換できます。星4レベルの12の異物であれば星5に合成してだいたいレベル10近くまで上げれます。育成しても問題ないと個人的には思ってます。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。